開拓暮らしサンタのところ伊藤サンタです。北海道は余市町で森を開拓しながら暮らしております。もう冬に入ってね、今年はガンガン雪が降るんで、こうしかもなんかいい質の雪っていうかね、こう雪かきしてても、あ、素材が降ってきたっていう感じで、こういろんな場所にね、この雪が、素材が溜まってきました。一つはこれ削って、造形物を作るってことと、削ったものでまた造形物を作るっていうことをこれからちょっとやっていこうかなと思います。なんとなくね、これから行ってみようかな。あれなんかも面白い形になってきて、あの形生かしたいなっていう思いと、それから本当はもともとこういうものを作りたいっていうプランがあるのとって、こうちょっとせめぎ合ってるんで、こっちからこうまん丸を作りたいと思ってんですよ。サンタのところ、サンタのところ、サンタのところ、サンタのところ。何年前かな、あの小樽のね、銭箱に住んでるね、ベトナムのから来たアーティスト、すごいアーティストでね、なんか話しててすごい楽しかったんです。その人がね、あの雪でまん丸を作ってる作品を見せてくれたんですよね。あ、ちょっとひとまず真似してみたいなと思うんでね、これからやってみようと思います。サンタのところ、サンタのところ。サンタのところ、はい、丸くなってきましたけど、やっぱりまん丸って難しいね。あ、で背景が白だから、こう丸だってことを伝えるためにはどうしようかな、色とか陰影とか、ね、まん丸にこう白地に白で、しかも影があるからまん丸になってきてんですよ、一応。後ろまで頑張んなかったけど。ね。まん丸にやっぱりするか。まあ今日はここまで。どうしようかね。考えながら考えながら。線入れるか、二重丸にするか。
それともサンタのところって木の枝で書くか、うん、考えながら今日寝ながら考えよう。